皆さん、こんにちは。帽子を間違ってましたね。はい、すいません、帽子こっちです。はい、皆さん、こんにちは。伊賀です。久しぶりのアスク伊賀です、本来だったらですね、先月の末に、いろいろ報告する予定だったんですけども、すいません、いろいろ遅れております。まあ、遅れている理由としましては、前回、マッカーさんからの意見をいただいた後に、やはりいろいろ素材ベースで調整し直さなきゃいけないということで、もう作り直しに近い形で、やり直しをしております。そのためちょっといろいろ少々遅れておりますが、まあ、この間ミディアム のシェーダーの1号ちょっと3番目のシェーダーになりますけど、これを、ご覧いただいたかと思います。まあ、あのようにですね、ちょっといろいろ良くなるように頑張っておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。それとですね、もう一つ4個シェーダーをやるというふうに、記載があったかと思うんですけれども、これもちょっとスケジュールの関係もありまして、ちょっと今3個目のシェーダーに注力するということもありまして、3つで、最終的に、決定していきたいなと思ってますので、まあ、大変申し訳ないんですけれども、ご理解をいただければと思います。はい、では本題に入っていきたいと思います。まず以前からシェルシェード、トゥーンシェーダーを使おうと思いましたかという質問です。これはですね、以前から候補には上がっていたんですけれども、なかなかこうその前にやるべきこともいろいろあったので、まあ、ちょっとどうしようか悩んでいたんですけども、まあ、以前そのバッカーさんからの要望があったところの中で、一回やるべきだろうと判断しまして、今回に至っております。まあ、見てちょっと僕もすごい出来がいいなと思いましたので、まあ、これを一度皆さんに見ていただいて判断していただきたいなと思っています。まあ、判断は僕がやるんですけども、まあ、ご意見をいろいろいただければと思います。はい、で次に、2D らしさを表現するのに何かをやりますかということなんですけれども、まあ、今回別にその 2D らしさというところでゲームの部分ではそれを前面に出そうと思っていますけれども、映像表現のところをどうしていこうかといったときに、3D の中でどういうふうな表現の仕方をするのかという考え方です。だから 2D へのアプローチではなくて、やはり 3D をどうしたいのかというところで、話をしていく必要があるのかと思っています。ですのでちょっとアプローチの仕方は違うんですけど、違うというところもありますので、2D を表現するためにという考え方ではなく、最終的にこういうふうな絵面にしたいのでというアプローチの仕方をしていきたいなと考えています。はい、次ですね、平行な角度、いわゆるその平行投影ですね、平行投影みたいなものをブラッドステインに取り入れることは考えたことがありますかという質問です。これに関してはですね、一度実験してます。実験してますけれども、僕の印象はそんなに良くはなかったですね。なので、その方式は今回は、取らないでいこうかなと思ってます。はい、次、シンフォニー・オブ・ザ・ナイトはとてもディティールが多く見栄えも良かったと、これを 3D でどのように表現しますかという質問なんですが、今回のゲームシンフォニー・オブ・ザ・ナイトではなく、ブラッド・ステインという新しいタイトルですので、まあ、もちろん見栄えを良くするためにいろんな手法を取っていきます。腕を小物を配置するだとか、まあ、ちょっとディティール感を増していくというのが今の課題になってますので、ライトとディティールをちょっと頑張って、より良い画面を作っていきたいなと考えています。次ですけども、ゲーム内のアニメーションは、2D スタイルを表現しますかという質問ですね。これに関しましてはですね、アプローチの仕方がもうすでに 3D でやっておりますので、2D の表現の仕方っていう部分に関しては、まあ、どこをもって 2D とするのかっていう部分になってしまいますので、リミテッドアニメのような表現はなかなか難しいかなと思っています。ただ、2D ゲームでよくあっていたような、3D は逆にリアリティみたいな話になるんですけども、2D はよりオーバーアクションで、なおかつためとか、そのゲームで必要な情報っていうのをしっかり表現するっていうのが、僕の中では重要だと思ってますので、そういう部分はしっかりやっていきたいなと思ってます。はい、今回の質問は以上です。いろいろ遅れておりますが、制作の方頑張っておりますので、皆さんのご支援の方よろしくお願いいたします。今回は以上です。